第3期名人戦以後の名人戦、第3期は、1962年12月から1964年に行われ、第2期名人、坂田坂尾に、坂田に名人を奪われた藤沢秀幸球団が、挑戦者となってのリターンマッチとなった。挑戦手合七番勝負は、坂田の4勝1敗で、名人位に2連覇を果たした。挑戦者決定リーグ参加士は、 前期シードの5制限、藤沢秀幸、北に実る、橋本昌治、藤沢放斎、宮本直樹と、新参加の宮下秀弘、中村雄太郎、林美穂の、K9 名。込ミは5目、持ち時間は、リーグ戦は、各6時間、挑戦手合は、各10時間の2日制。予選では21歳の新鋭、林美穂七段が、決勝で、陰性時代の師範。 次内正夫を破って、初リーグ入りを果たした。リーグ戦は、藤沢秀幸が7勝1敗の1位で挑戦権を獲得。合成源は6勝2敗で3期連続2位となる不運で、ついに名人位を手にすることはできなかった。北には、リーグ最終局の藤沢放送戦において、高血圧で倒れて、危険負となったが、3位となる。その後2年ほど療養し、第4期も、 全局不先輩となり、騎士としての活躍は終焉に向かう。林美穂は4勝4敗の6位でリーグ残留。宮下、宮本、中村がリーグ陥落となった。挑戦手合7番勝負は7月29日からの第1局は中盤で優位を得た坂田が白番4目勝。第2局は藤沢の皇局で1勝を返す。 第3局は26手目まで1局目と同じ進行となったが、坂田勝ち。4局目は坂田が中盤からの激しい攻めによる振り替わりで優勢となり、この7番勝負で初めて千0番勝ちを得る。第5局も坂田が勝って4勝1敗とし、藤沢のリターンマッチを退けて、名人位を防衛した。坂田はこの年、この名人くらい本因坊戦四連覇に加え、 日本キーイン選手権戦、王座、プロ実決戦、日本キーイン第一位決定戦、NHK 杯と二度目の七冠を達成、年間成績も30勝2敗という空前の記録を打ち立て、まさに、坂田時代であった。坂田3勝1敗で迎えた第5局は、北九州市小倉の田川で行われ、白8とゆっくり打とうというのに対し、 黒23と忙しくしようとするが、白32からのえぐりが大きく、白好調の出だしとなる。黒は右辺を白に割らせて、下辺を模様にしたところ、白66が深入りで、黒のチャンスとなった。しかし白76が、妙手で94まで下辺を収まって、やはり優勢。白十六黒十七の交換は、十九の噛み取りが先手なので、 部分的には損な手だが、黒からは77の左が、墨の白への利きであるところ、白76、黒77の交換でその利きを、先手で消している。黒は69の手で74の右上などに大きく、攻めるのが良かった。この後、黒は、左辺切り込みから二段項に持ち込み、この項に勝って左辺白の一段を飲み込んで猛烈に、頑張るが、 右上の黒を取られ、大佐の終局となった。第1局は、四谷福田屋で開戦。この頃藤沢は一見高ばを多用していたが、右上隅黒7から23までの形はその後、多く現れ、名人戦場席と呼ばれた第3局は、26手目までが、第1局と同型で進むという意地のぶつかり合いになった。十七の手で、黒十九と変化したが、 善悪は不明。ありがとうございます。